バーイーストで一番の歴史を持つワールドブリーダーズカップターフ、今年もまた新たな1ページが刻まれます。伝統の外回りコース 2400m、 ちょっとばらついたスタートになりましたが、先行するのは何か、花を切ったのはナサニエル、そしてその後ろからポストポンド、それから6番ウィズアンティシペーション、内を通ってドルニア、1番チャウチャウチャオ、11番ストラテジックチョイス、セントニコラスアビーがそのうちにいます。5番ブリークダンス、それから9番チーフエアハート、4番ロドルフィンバルボ、シッ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 シーがその後ろ、2番サンクラシーフ、これがしんがりであります。流れるようにレースが進んでおります。順位が入れ替わっておりまして、先頭はポストポンドであります。その外にナサニエル、そしてそのうちにウィズアンティシペーション、その後ろでやりましょうか、3番ドルニア、そしてイタイタチャオチャオチャオとデムーロ、それからセントニコラスアビー、そしてもう一頭11番ストラテジックチョイス、ちょっと離れて5番グリークダンスでやります、チーフベアハート、10番黒い馬体シッ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 シーであります、ロドルフィンマルゴ、ほとんど馬体が合っています。そしてしんがりからサンクラシークであります。流れるようにレースが展開されています。依然先頭7番ポストポンド、それからもう一頭12番ナサニエル、そして内からは6番ウィズアンティシペーション、その後ろでやりましょうか、ドルニア。大歓声が上がるファーイースト競馬場、大歓声が上がるファーイースト競馬場、大歓声に迎えられてチャオチャオチャオ、先頭1番チャオチャオチャオがまだ粘っている、先頭デムーロとチャオチャオチャオ、2番手に外からはナサニエル、チャオチャオチャオが抜け出した、大外から強襲、シッ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 が差を詰めてきた、ここでは負けられない、チャオ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 、やったやった、 SWBC への夢が広がる、獲得賞金は1万3000枚突破。